こんにちは。劇作家のしげのぶです。演出家の鈴井です。よろしくお願いします。いますはい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、おっさんずラブリターンズ第6話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。6話ですからもうちょっとやっぱ折り返した感じですよね。後半戦にね、うねこう入っていく。<laughs> ね逆にこっからまた 5, 5話ぐらい56話あるんだね。そうですね。うん、まあでも。 そうですよね。ちょっとこう。うん、まあでも結婚式を挙げたことによって、ちょっとこう、最初のゴールというか、なんか一つ山を登ったみたいな感じはちょっとありますけどね。そうだよね。はい。<ー>ここから何がね、起きていくのかみたいなところがね、ねまたちょっと楽しみではありつつ、またなんかちょっと新たな関係性というか、芽生えみたいなものも。 ねねなんか、ね、部長がね、そうですねね一番最後、ちょっと部長さん、なんかちょっと危ないんじゃないかみたいな。なねえ、なんかね、かありましたね。あったよね。はい。ちょっとそこも意味深ですよね。<ー>はい、はい。まあ、いきましょうか、そんな第6話。はい、はいえー、1分のところ、春田さんと真木さんとのこう結婚式の予定を立てようとするところですよね。はい、うんまあ、2人ともね、体中がこうワクワク響いているっていう <laughs> <んか S 1>、うん。 ね、中でまあ綺麗な交流のあるあの溶、ー、け合うようないい演技でしたねよかったと思いましたねそうですねなんかこう<ー>まだこう何て言うんですかねこう現実にまだ苛まれてない時ですよね<笑><笑>2人ちょっとね夢があってワクワクして、ね、お本式きだっていうところをまあこう現実がいろいろなものが仕事だったりス <laughs> イいだったりが2人をちょっと苛んでいくっていうちょっと今回の話でしたねねは<ー>い はい。で、えー、次が11分。はい。で、原田さんと真木さんとの結婚式の見積もり変更のところっていう。はい。<laughs> まあ、まさに。まあね、まあ、部長さんがね、<laughs> 食い込んで食い込んでくるからね、だいぶね。そうですね。うん、だいぶ食い込んでくるからね、まあ、あのー、その部長さんのね、あれを、こう、押し殺しながらのね、その何かななん、ね、てのか中で。<laughs> そ,うそ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 う。 <laughs> まあ善意出しっていうところの強い交流のあるいい演技ですよね。よかったと思すか、ね、そうですね。うん、まあ無限にもできないけれどもっていうところですよね。そうですよね,ね。部長の結婚式じゃねえしっていうね。こういうのあるよね。なんかね。あ <laughs> あの、うん、まあ善意だしなっていうところですかね。世の中にはこういうのあるよね。<laughs> たたそうです、ね。うん まあでもそうですよね。まあ本音と建て前じゃないけど、ね、まあその人間関係におけるね、<の>そういうところですよね。えー、無限にはできないなーっていうのがね、ねしがらみというか、うん。無限にはできないっていうのはちょっと深い話だよね。いや、そうですね。うん、こうね、人の業じゃないですけど、でもやっぱそういうことですよね。そうだよね。うん、はい。で、次が22分。 部長さんと菊之助さんのチョコレートを作るところはいお,おやおやっていうなんかこうあるよねなんかねそうですねうん2人の新しい展開といいますかね、ま、ねその前は非常にこう菊之助さんだったりこの部長さんがこう背景ならではのあのー、繊細な交流をしているっていうところからっていう、うん、まあ演技演技でしたね。 そうですね、なんかこう、ちょっと深いところを話したからこそ、ちょっと打ち解け合い始めるみたいなね。ねえ。なんかね、そうですよね、打ち明けると、ちょっと打ち解けてくるっていうね、ねところですね、はい。よかったね。えいやそうですね、えー でラストは38分ですね。はる、い、た、えー、さんとまきさんとのこう夜の家でのね、これからも歩いていきたいなっていうところですよね。うんでまあ、本当に繊細だしあの、ダメージを共有し合うようなあのいい交流になってましたね。素晴らしかったです。いい演技でした。<や>綺麗でした。やっぱ、ああ、よかったってなるところですね。これね。そうだね、うん。やっぱこう一つ一つね、乗り越えて、ここまで来たんだっていうね、ところでしたね。 で、はいはい、最後の、あれだよね、部長さんの、こほこほの件だよね。そうですね、こほこほの件について。うん、いや、どっちなんでしょうね。いや、どっちなんでしょうか。どっちだと思いますか。<laughs> いや、申告かね。そうじゃないか。いや、どっちですかね。ぜひ、申、ま、告、あ、ではないほうが嬉しいけどね。ね、結果としてはね、ねハッピーエンディングなほうがいいですけど。えーえー ただね黒澤武蔵ちょっと深刻そうでしたけどねどうなんでしょうね。そうですよね。うん。ちょっと。あすかこんなところにぶち込んでくるとは。<laughs> うん、いや気になるところではあります、ね、気になることころだね。うん。そうね。あとはやっぱり竹川部長があの部長と呼ばれない部長。うん。<laughs> 部長が <laughs>。今回もまたちょっとねあれでしたね報われない何かをちょっとし,しょってましたね。 そうでしたね。あ面白いね、あの人ね。はい、やっぱね。<laughs> そうです。あのー、エレベーター押してないから、ね、動いてないです。ああ、最高ですよね。<laughs> あれも、ね、なんていうんですかね、ちょっとこう、視聴者は、なんかこう、いじるじゃないですけど、<laughs> そうだね。このエレベーター長えなって、たぶん視聴者が感じるだろうと思って、いや、押してないけどねっていうのをぶち込んでくるって、最高ですよね。<laughs> <laughs> 面白いね。いや、最高ですね。面白いね。 あとあのトイレでチョコをパクパク食べてるとかね。いやーさすがですよね。ーよねああ、面白い。すよ<い>。ああ、面白いですね。ねあともう、あれですね、ベンチ行くと、あの、春くんがね、真木君来ねえな、来ねえなっていう必ず部長がやってくるっていうね。<laughs> <laughs> あれももう定番の面白さですよね。そうだね。<laughs> <ー>分かったように必ずいるっていうね。 い <laughs>、ね、いや面白いですねいまたでもちょっと次回以降ちょっと心配なところもありつつまた楽しみでもありつつっていうところですね。まあそんなオッサンズラ・ブリターンズ大漁からちょっとベストシーンを開けていきましょうか。まあ今回のベストシーンはもうこの38分春田さんと真木さんとのこう夜の家でのこれからもね 歩いていいてきたまあ本当とにね2人のダメージを共有し合ってでそれでも2人でこう進んでいこうとするっていうなんだろうな信念の乗る強い行動ですよね。うん、まあそこからくる、あのー、本当に繊細でいい交流になってたと思いましたね。よかったですね。そうですね、まあ、今回もまた一山越えてき、うん、つ深まってっていうところだったですかね。そうね うんははあ、まあね、でもそんな結婚式を二、ねえー、人で乗り越えて、一つね、ね、えー、また扉を開いた二人に、今後ね、えー、どんな試練が、ね、降りかかってくるのか、またちょっと楽しみですね、そして、ね、部長はどうなるのかっていうところですね、ね次回。 いやもうぜひ、なんかこう、勘違いとかであってほしいよね。<laughs> 最終的にはハッピーエンディングでやってほしいですよ、ね。ぜひぜひね、本当にそうですよ。ねえ。うん、はい。というわけで、はい、オッサンズラブリターンズの第6話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。